型紙を色上質紙に直接印刷するだけでできる、とっても簡単なくねくね鯉のぼりです。型紙をダウンロードしたら、厚口の色上質紙に印刷してください。色はお好みでお選びください。まず周りを切り取り、頭、尻尾、ヒレに切り分けます。頭と尻尾をジグザグ折りにします。ボールペンなどで折り筋を入れると簡単にきれいに折ることができます。エラの部分は先に2つ折りにして切っておきます。尻尾と同じようにジグザグ折りにして、一度広げたら頭と尻尾をのり付けします。次に鱗と鱗の間の折り筋をボールペンなどでしっかりとなぞっていきます。エラのところまで折り筋を入れたら、ジグザグ折りにして鱗を切っていきます。尻尾の方から曲線部分のところを切ります。1回切るごとにくるっと回しながら切っていきます。最後はエラのところを切らないように気をつけてください。これをきれいに伸ばして、印刷が見える方から折っていきましょう。切り込みを入れたところまでしっかり折り目をつけます。次は印刷してない方から、鱗を尻尾の方へ引っ張るようにして折っていきます。これでくねくねする仕組みができました。腹びれと尻びれに糊をつけ、鱗の裏側から貼り付けます。模様を描くときは折り目を伸ばした状態で描きます。鱗と鱗の間に白い線を描いておきましょう。元通り畳むと線は見えなくなりますが、伸ばしたときにこの白い線が見えます。これでくねくね鯉のぼりの完成です。いろいろな色の鯉のぼりを作ってみましょう。また上質紙の大きさを変えることで鯉のぼりの大きさを変えることもできます。たくさん作ってお好みの模様を描いて壁面にいっぱい飾ってみましょう。